まあ、できすぎな部分があると思うし、まあ、これに満足しているようじゃまだまだダメだと思っているので、まあ、この数字が出ているのも自分自身の力だけじゃなくて本当にチームメイトの、まあ、パスがあったりだとか自分を生かすためにノーマークにさせてくれたりだとかがあるので、まあ、本当にそこにも感謝しないといけないですし、まあ、本当に任せられたからにはやっぱそれを結果に残さないといけないので、まあ、本当にこの現状に満足せず、まあ、もっともっとやっぱり自分を出せるようにしていけたらいいなと思います。本当に今出ている課題の部分を少しでもなくせるようにしていかないと、まあ、仮にチャンピオンシップに出たところで1回戦で負けると思うので、まあ、本当に自分たち全員が危機感を持って、まあ、残り試合全てを勝ち切って、本当に昨シーズンホームでチャンピオンシップを迎えられなかったので、今シーズンは皆様の前でチャンピオンシップをできるように頑張りますので、皆様声援をよろしくお願いします。